フライパンっていうのは熱を通します。 IH とかガスコンロでバッて炎が出てるところにこれをこう置いて、熱がこの金属に伝わってフライパン全体が熱くなる。そうやってフライパンは物を加熱することができます。で、今回この原理を使いまして、ちょっととある実験をしてみようと思いまして、フライパンをちょっとなるべく買ってみました。これはいいサイズだな。うわ、おしゃれおしゃれ。で、今回気になったのは、そのフライパンの熱の伝わり方はどこまで強いかってちょっと気になったので、例えばですよ、普通のフライパンでこうやって熱で熱してて、ここに物を置くと普通に焼けるのはわかる。ここにそのフライするものを置いた後にさらに重ねて、熱がこの下のフライパンから伝わって、こっちのフライパンまであったかくなると、こっちのフライパンでは物がフライできる、ここで。で、ここで物をフライしたこのフライパンの上にさらにフライパンを重ねると、こっちでもさらに物がフライできる。さらにここに物を、さらにこう、とりあえずちょっと何が言いたいかというと、フライパンの上にフライパンを重ねて、そのフライパンがあったかかったら、さらにそのフライパンの上に物を置いて、さらにそのフライパンにフライパンを置いて、そのフライパンの上にも物を置いて、そしてフライパンをさらに置いて、そこにもまた物が焼けるっていうね、大量に一気にいろんな物をフライできるという現象ができると僕は考えたわけです。マジで意味わかんないな。とりあえずフライパンの熱のその伝わる感情を今回ちょっと調べてみようと思いました。では早速やってみましょう。パラパパパパパラパパパパパラパパ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 パラパパパパラパパ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 パラパパパパパラパパ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 ラパパ。普通にフライパンやっても温かくなるのも分かってるんで、ではまずは加熱していきましょう。はい、というわけで点火しました。ここに今からフライパンを乗せていく。いってらっしゃい。普通に1個だったらここだけが熱くない。もうもうダメだ、もうダメだ、もうダメ。多分普通に水を入れてもこれは多分ね、蒸発しますよ。ほら、わかりますか？水を入れたらもうあんなことになっちゃいます。この熱いフライパンにさらにフライパンを重ねていきましょう。2個目、え？3個目、4個目、5個目、6、7、8、9、10、10! あ、それ11だわ。11、12! これがラストだ。はい、というわけでこんな感じになりました。今回気になるのは本当にこれが熱としてこのフライパンで上に伝わるかどうかでございます。フライパン自身の熱の伝わり方、そしてフライパン自身から発せられる熱自身。熱伝導とフライパン自身から発せられる熱で、果たしてフライパンの熱はどこまで上に伝わるかが今回の見どころでございます。もうちょっと熱してみましょう。これマジでわかんねえな。これほんと多分ね、微妙なとこだと思います。フライパンの2枚目3枚目熱いのはもう間違いないんだけども、上まで来ると熱いかどうかっていうのがわかんない。はい、というわけで十分に時間を置きました。果たしてフライパンはどこまで熱が伝わるのか、実際に僕の素手で試したいと思います。はい、素手で試したいと思います。あー、やだー、もうやだ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 。やります。こんにちは、ミキポンです。はい、こんにちは、ミキポンです。はい、というわけで今日はね、ミキポンチャンネルやっていこうと思いますよ。あ、びっくりした。まずは1枚目、12枚目でございます。よっしゃー、でーあっ、熱くない。あ、まあ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 ね、さすがに熱を伝えたいフライパンといっても12枚も熱を伝わることはないということが分かりました。お疲れ様です。11枚目です。あっ、熱くない。10枚目いきます。でー、あ、熱くない。これリアクションしづらいな。9枚目、ちょっと嫌な予感がした。そろそろやばいかも。8枚目いきます。あーあー、あっ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 、次だ、多分次、次、あ、ちょっと熱い、ちょっと熱い、ちょっと熱い。7枚目です。そろそろやばい気がしてきました。あー、熱い、絶対熱いよ。ちなみに5枚目はどうなんだろう。5枚目は本当にやばい。5枚目はやばい。待って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 待